これはまた自敗が目立つハイパイです。枠通難一曲で、こちらは統一が3つですかね。ダブナン本一って感じですけどね。発掘のって楽しみですね。楽しみですね。少数詞もちょっと、ただダブナンの方がね、泉のあ、そっち切っちゃうのか。泉4統一ですね。ドラもドラがすっきりしましたね。水木はこのノートとかちょっと考えちゃったので、ちょっと9切るのもったいないかなって気がしたんだけど、最初に今の2巡目でこの手配ですと。そうですね、まあ、まず10を集めて、で本一に向かう。そうですね、総図じゃなくて満図かもしれないし、重なり方によってはね、通位層も狙えなくはないですから。あ、これでさすがにもう、さすがにもチーは切って、もうないか。そっかそっか。水木はちょっとまだ先手取れるかどうか微妙ですからね、あの形だと。おお、まあ、しょうがない、本一も泣くとニャンハンになるじゃないですか。そこがですね、本一がバレバレたのにニャンハンってのがどうも性に合わないんですよ。性に合わない役結構ありますね。多いですよ。いや、バレバレでニャンハンって辛いですよ。まあ、その分プレッシャーかけやすいですね。プレッシャーかけやすいですけど、そう簡単に切れないだろうっていうところもあるんじゃないですか。まあでも漫画は難しくないですけど、跳ねるの難しいんですよね、泣き本って。あ、そりゃそうですね。で、子で跳ねないと舐められてしまうんで、親には。確かに。なんかインシャンテンですね。プロにね、でも好きな手役とかの、アンケート取ると一色手ってやっぱり人気高いんですよ。そうなんですか。だから、そうか、アマチュアと結構似た感覚なのかなっていうね。まあ、気持ちいいですけどね。あと単妖も人気高いんですよ。お、私の気持ち、はい、苦手する。単妖は食い単という意味ではなく、単品の単だと思います。ピンフも絡んでるんですね。いや、リータンとか面前の単妖という意味だと思います。そこはまあ、食いたん好きな人いませんか。そうですよね。いや、そのことはないんですけど、やっぱりあのリス、最近は単妖のリスクっていうところも、あの、注目されてるんですか。そうですね。そうなんですか。私、麺単品大好きですけど。麺単品はだってもう嫌いな人いないですね。麻雀の王道でしょう。だいぶアイドルですよ。ただリーズも裏面が一番好きですけど、あと裏も入ってるのがいいんですね。やっぱりリーチ、面前でリーチかけるっていう。面前でリーチの時やっぱり1枚ぐらいあるといいなと。手、裏が3枚ですが、来た来た。なんまだ生きてるんだけど、水木がどこまで抱えるのか抱えないのか。でもこれチート胃含みだから抱えきるん。あ、そうですね。あの微妙なところがいい番かな。今になったらヤンシャンテ戻っちゃうんですよね。ヤンシャンテ戻しはしたくない。でも、やっぱ重たいまま抱えるのはっていうところですね。ワクツが次トーン引いた時、テンパイ取るのか。だからああいう時に、まあ、取るかな。さすがに親だし。勝間さん、ああいう時嘘を落としちゃうもんなんですけど、私だったら多分落とさないんですよ、嘘。え、何聞いてるんですか。さっきの本一の時、嘘落としたじゃないですか、はい、先に、はい。代わりに何切ります。何ですか。何切っちゃいます。ああ。だってもうこの順目で1枚しかないんだからって。そうです。そうですね。はい。誰かが持ってるに違いないと。で、誰かが持ってるものあと2枚集めるの辛いですよね。そうですね。これリーチ打とうかどうか考えてるんですか。いやー、でもこれチート絵の海は悔しいですよね。まあ、しょうがないんですけど。ただリーチ打つならキューピン短期ですから、これはリーチは考えてないと思います。いや、キューピンはでももう場に2枚切れてて。あ、そっかそっか、はい、1枚しか見えてなかったです。スーピンも1枚ですからね。あ、でもチートイでじゃあ待ち返してのリーチを考えてるんですね。考えてるんですかね。少数紙ってものすごく集めないといけないじゃないですか。そうですね。第3弦に比べても多分2つぐらいポンしたあと自力みたいな感じですよね。でも今回ね、あのトンさえなければっていうところもあるんで、そうそう、トン泣いて、でその時にね、テンパイ取るかどうかって言ったんですけど、多分ねこの順目だともう何切っちゃうと思うんですよね。そう、それだと嘘残したのがいいのかなって、そういう発想だったんです。
両面になるってことですよね。何弾いたんだろう。ドラそばのチーピンです。結構考えてて泉が下茶でキューピンを捨ててきたので、うん、まあ、危ないと思ってる。そうですね、面本系がある可能性があるっていうね風に見てる。でもその後このローマンでも考えてるの見てましたよね。あ、そうですね、はい、これテンポ取らず。そうですね、うん、泉が何が待ち頃がいいかと思ったんだったらローマンにしとけばっていうのがあるんですけども。そうですね、ローマン結構言いました。これで急走かな。お数ピン、トイトイか、そっちに行きますか。数ピン番1枚ですからね。ここを残すよりは動けるトイトイ。途中するにはもうちょっと順目が深くないですか、さすがに。そうですね、まだ一応だからチートイツの、チートイツもう一度戻しますね、何かにきっと。端が痛い。だから辛いんですよ、自敗と端っこ。ああ、こういうことになる。これも失敗だ。お、小手さん着々と。いや、振り点なんですよね。振り点なんですか。あまり逃しの管理マンね、うん、言ってて。あ、そうか、管理マンのともう一度、はい、あの一発で積もったんですよね。そうね。さあ、次はなんだ。みんな微妙なことになってるんですね。皮でいっぱい被っている泉。そして魚谷が積もった。積もり直す、高め積もり直した。いつもドラでやりました。すごい椅子、すごいですね。だから、なんか大谷さんの麻雀が好きだってこういう感じなんですよ。私がずっと説明してるのは、あの一番高くて可能性が高いところずっと残していくんで、うん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 、で最後は振り点の形だけども、振り点でも積もれる振り点ですから。なるほどね。あの出ないカンチャンペンチャンよりは積もれる両面の方がいいですよ、うん、そうですか。